どうも、キスケです。今回は紫染めパーティーを使っていこうと思います。上3体で戦っていく感じですね。で、パーティーの中に青色めっちゃ入ってるけど、どこが紫染めやねんって感じだと思うんですけど、まあ、こいつらってしっかりとパープルを強化してくれるんですよね。はい。まあ、だから入れてると。まあ、バトルメンバーには出さないんでね。で、上3つの紫2人。これって全開アビリティを掛け合う中になってるんですよ。だからもうとんでもない全開アビリティ乗せ全開キャラみたいな感じで、もうステータスが大幅に上がってるんでね、全開覚醒の理不尽なステータスで、まあ殴っていけるキャラクターになってるんじゃないかなと思います。はい。で、まあフリ属性の黄色は覚醒ご飯で瞬殺するっていう、なかなか強いと思いますよ。はい。ということで、よければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、PVP、回っていきましょう。はい、マッチングしました。対戦やっていきましょう。まあ、キントーン悟空がいるんですが、覚醒ご飯でなんとかなるでしょう。で、相手も悟空3全開覚醒してますね。なるほど。これ結構理にかなってるパーティーというか、そこそこ強いと思うんだよな、マジで。全開アビリティ掛け合ってるんですよ。ベジータと悟空が。おら、強いで。うん。さあ、お願いします。黄色ない。なぜ？黄色がないな。あれ？覚醒ご飯が怖かったってこと？カバチン外し決めていく。まさかのカバチン外し。まあ今の環境ね、ほんまに射撃カバチン強いんですよね、やっぱ。で、これ打撃圧引っ張ってくる。強くね？あ、折っちゃったよ、これ多分。あら。あら。さようなら、バーダックさん。何？近づいてきて何？はい、いいんじゃないですか。 OK。 まあこのままライジングいけますが、射撃アーツはさすがにこっちが火力出る、プラス射撃アーツを持ってくる。悟空4さん粉々にしちゃおうかな。はい。これ落ちんじゃね？あ、さすがに無理か。いやでもまあ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 、はい、ライジングと。強っ強っ。必殺アーツ打ってなかったんで、必殺アーツ読まれるかな。読みの打撃アーツ。よーし。あんま関係なかったけど。強っ強くね。まあ、なんか、射撃アーツも引っ張ってきてくれるし、打撃アーツも引っ張ってきてくれるし、おーし。すごい理にかなってるというか。ね。射撃で殴りたいときはベジータで殴ればいいでしょ？打撃で殴りたいときは悟空3で殴ればいいんで。あるね。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。未来パーティーですね。対戦やっていきましょう。まあ、これでいきますか。ブルー海洋剣悟空を果たして使ってくるのかどうかっちゅう話ですよね。これは。どうかな。二突だったんでね、相手。なんなら、紫でも殴っていけるぞ、これ。あ、使うか。避けて。いやー、ちょっと遅れたな。いやー、どうしよう。なるほど。いやー、良くないね。良くないね。オッケー。まあ、このまま射撃アーズで殴って、殴ってありがたい。で、射撃アーズを持ってきて、メインで気力回復して詰めていくと。ええやん。よくね、これ。結構強いぞ。さらに打撃アーズを持ってくる。ヒュー。いい火力。あんまりね、なんていうの。キャラクターチェンジコロコロすんのはあんま良くないとは思うんですけど、楽しくてやっちゃうんだよ。
楽しくてやっちゃう。でこのパーティー何がいいかってやっぱ悟空が入ってるから、その親子ご飯の究極アーツの火力も上げれるっていう、その辺もいいよね。まあ、特殊アーツでいきますか。あんだけ特殊アーツ打ってライジング特殊アーツないでしょう読みの特殊アーツないみたいですね。はい、まあまあまあこれはしょうがない。ダクレ通常で止められてキャラチェンするか。 OK よーし。ちょっと怖かったけどねヒヤヒヤしたんじゃないの。ヒヤヒヤ最近ドキュメンタルまた見返してさ。はい、さようならと。強い。いやーなるほど。はい、おお強い強い強い。あー強い。これも究極ガーズで落ちますね。はい、いや悟空3マジで強いね。普通に火力出る、無難に火力が出る、いいキャラクター。はい、マッチングしました。ベジータイカパーティー対戦やっていきましょう。何色でくんのやろ。まあ、黄色は出てくると思うんやけど、黄色、青、紫とか、なんかそんな感じじゃない？多分。俺やったらそうするかな。紫、青、黄色。その三色を使って戦っていくかな。こういうパーティー当たると。違う、まあ冒頭では言ってなかったんやけど、こいつら全員フルブーストなんで、もちろん。とんでもないよ。とんでもないよ。さあ、何色かな？あ、そうね。はい、通常、回避は入れてない。よし。ナイス。まあ、そのまま殴っていくか。で、青色に変えてきたら、悟空3出してっていう感じでいこうかな。出てこないなら、まあ、そのまま。OK。いやー、まあ、火力高いですね。ただね、ちょっと悟空3と親子ご飯は、その、火力伝のちょっと遅いんですよね。ただ、ベジータに関しては、しょっぱながらもフルなんで、しょっぱながらもバキバキなんで、ベジータでも全然殴っていけるっていう感じですね。おいし。あぶね。射撃。いやー、冷たいな。いや、これは間に合うね。はい。通常。怒りトランクスカウント回ってるよな、多分。ただまあ、ここは。入る。回復してから、必殺技が入っていく。通常。びっくりマークもライジングでいいわ。さすがに落とせる130万は、フリ属性でも。いくら硬いとはいえ、コチトラ悟空3ぞ。はい。悪くないですね。さあ、黄色落とせたんでかいな。いやー、ミスった。のないしようかな。いやー回避してないか、残念。落ちひんと思うけどな。意外と硬いんですよねこのベジータ。 OK やべいやーよくないな。硬くね。まあ落ちるんですけどこれで。タックル通常で返してもう一発タックルいく。これタックル、いやええー、あれ
あれ？おやおや？マジか。あら。あれ。あ、そうですか。まあ、射撃。究極アーツで落ちるかこれ。100万。どうだ。まあ余裕と。対戦ありがとうございました。アイマッチングしました。悟空パーティー。孫一族ですね。ただ前回覚醒はしてないですね。まあ紫は出てこないとして。多分変身5点。青、あと1体っていう感じか。そうね。はい。使ってみた感じ、結構強いよ、マジで、このパーティー。使い勝手がいい。で、今までやったらさ、色染め、まあもう赤染めが派遣取っとったんやけど、紫染めも結構出てきましたね。頭1個。抜けてきたというか。懐かしいな、紫染め使うって。結構流行ってましたよね。人造人間17号とか採用してさ。同じサイヤ人なら、見ていく。見てくるか。なんだそれは。近づくだけ。OK。いやーどうしようこれ。めちゃくちゃ逃げていくやん。まだまだ行くよ。特殊アーツ持っとったらまずい。よし。はい。OK。まあこれ赤色で殴っていく？さすがに。射撃。で、青に交代してきたら、射撃アーツを引っ張ってくる。これ優秀よ。大丈夫やんなこれ。 OK。 打撃圧のカウントも進んでいくと。ベジータよくね。ようやくなんか輝けそうなパーティーが出てきたんじゃないか。あーぶねー。はい、ドーン、避けて。いやー、なるほど。これはライジング。あ、究極アーツ打つの？落ちないでしょ、さすがに。危ないな。OK。止めといて。変えてくるか。避けて。めちゃくちゃ封印されてる。めちゃくちゃ逃げるやん、ほんで。すごいな。バックダッシュの勢いがすごいぞ君。 OK。 必殺アース打ってなくね。あー残念。ワンチャンあるかなと思ったんやけどね。あ、やべ。ちょうど穴開いてるところタップしちゃった。圧ある？ある。それは入らんよ。いいかい。OK。勝ちかな、さすがに。あ、対戦ありがとうございました。アイマッチングしました。未来パーティー対戦やっていきましょう。黄色がいない。終わりじゃないか、それは。黄色がいないのはなかなか辛いんじゃない？まあ今の環境さ、やっぱり親子ご飯流行ってて、赤染めパーティーも流行ってるから、まあそれ考えるとしょうがないのかなとは思うんですが。思うんですが。杖からポンって出てくるの面白いですね。キャラジェンするか。はい。おー、なるほど。なんか多いな、それ。どうしたもんかね。あ、まあでも硬いっすね。まあでも硬い。そう。いやー、これは
必殺アーツ。もういいと。本当の戦いはこれからだ。動かないか。いやー、45から40取っていく。鬼か。回避入れないですね、全然。いや、これ見られてはないはず。いやー、なるほど。気力奪うのズリー。全然攻撃してこへん。うわ、うざ。だる。いた今の打ってこんかいみたいな。ざまあざまあみそ、はい、あ出てこへんねや。よし、いやー食らっちゃう。まあしょうがないね。ただこれ硬いから全開覚醒、やっぱり覚醒ランク7のステータスは半端ないですね。まあこれはバフ消しいいわ、しょうがない。いやー最速取られたけど許された。よし、多分キャラチェンしてくるはず。うん、究極アーツで落ちひんよなこれ多分。射撃やもんな。打撃アーツ1枚あったらちょっと変わっとったかもしれへんけど、どうや、気絶いったれ。いや惜しい。回復せずかわいそうに。あー作れる。おい、ライシング。まあ射撃アーズいきますか。ちょっと火力取っていこう。よし、対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は紫染めパーティー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。なんかね、そのベジータは射撃引っ張ってきてくれるし、悟空3は打撃圧引っ張ってきてくれるし、でご飯、親子ご飯は気力回復するし、結構くるくる回転して楽しいパーティーでしたね。うん、でやっぱ全開覚醒というキャラクターだけあって、まあ火力が出ますね。すごい火力が出て、まあ、サクサク敵が倒れていくから、まあ、すごい爽快感もあるんで、まあ、気になる方は使ってみてください。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。